消極的事実の証明とは、ある事実が存在しない、事実の証明や証拠を指す。しばしば悪魔の証明の言葉が用いられることもあるが、この場合は特に自ら消極的事実の証明を行うときというよりは、消極的事実の証明を求められた場合に、その立証困難性を前提として、立証責任を否定するために用いられる。ただし、立証困難なだけで、 論証自体は、論理学上の語尾ではなく、むしろ反対に厳密には、論理的に正しくなくとも、消極的事実の証明がなされたとみなす場合もある。証拠がないことは、ないことの証明にならないという伝統的な格言の通り、この種の積極的な証明は、証拠が存在するとすればすでに見つかっているか、もしくは未知の証拠が存在する場合とは、意味合いが異なる。 この点に関して、アーヴィング・コープは次のように書いている。場合によっては、特定の事象が発生した場合、その事実を専門の調査者が確認できる可能性があると問題なく仮定することができる。そのような状況では、その事象が発生していないということの積極的な証明手段として、それが発生した証拠がないと示すのは完全に合理的である。 コープ、イントロダクションツーロジック、ピアニッシュも95存在しないという証拠があることと、単純に証拠が存在しないことの際は微妙に異なる場合がある。確かに科学者は実験の否定的な結果を存在しないことの証明とみなすべきか、それとも証拠が発見できなかっただけとみなすべきかで議論になることが多い。この時、 実験が関心のある現象を検出できたかどうかという点が問われる。証拠の不在に関する無知に訴える論証は必ずしも間違いではなく、例えばリスクがあると立証されない限り、ある効果を期待されている新薬に長期的な健康リスクがあると提起しないのは合理的である。一方で決定的な結論を出すために十分な研究や調査がされていない状況において、 そのような議論を行うことは通常は不適当と考えられるが、先のような立証は議論や討論の中で証明の負担をシフトさせる説得力のある方法となり得る。カール・セーガンは宇宙物理学者であるマーティン・リースの i m p a t i e n ウィ with Ambiguity のような考えを批判した。証拠がないことはないことの証明にならない。 屋根裏に害虫がいないと証明するためには、徹底的な調査をする必要があるが、ネズミの場合はそこまでしなくてもいないと証明できる。綿密に計画された科学実験では、否定的な結果が消極的事実の証拠となり得る。例えば、予想された結果が得られなければ、立証目的の仮説が却下されたり、修正されたり、あるいは特別な説明が追加されるなどして、 改められることがある。科学分野において、消極的事実の証拠として、否定的な結果を受け入れるかどうかは、用いられた方法や、推論の信頼性を踏まえてなされる。論理学において、自己言及のパラドックスのようにそれ自体が証明、不可能なものは不当な命題として扱われる。ここで、消極的事実の証明を求める命題は、論理学上は不当ではない。 形式論理学において消極的事実の証明は全事象を証明することによって可能だからである。例えば赤いカラスはいないという消極的事実の命題が与えられたとき、それは肯定的結果、否定的結果問わず世界中の全カラスを調べることで証明可能である。しかし現実問題として世界中の全カラスを調査することは膨大な時間と、 費用を要するし、仮に成し遂げたように見えても、今度は本当に全事象を調べたと言えるかという別命題が立つ。このように消極的事実の証明は現実として困難性を伴う。よって、中世以来の法格言証明は肯定するものにあり、否定するものになし。に従うのであれば、積極的事実を主張した者が、その証明責任を負うのが一般的である。 もし、積極的事実の主張者が証拠を示さずに、その反論者に対し、反対事実の証明として、その消極的事実の証明を課すことは、論理的には可能だが、修辞学上、これは、立証責任の放棄として、基弁として扱われる。ただし、これは、消極的事実を主張した者には、証明責任がないことを認めるものではなく、古典ローマ法の法格言。 証明は主張するものにあり、否定するものに、なしにあるように、消極的事実の主張者が、最初から悪魔の証明を理由にして反論者に説明責任を転換することを前提として、その主張を行うことも不当とみなされうる。原則として、証明の負担を負わなければならないのは、肯定的か否定的かを問わず、その主張者である。そのため、現代の裁判においても、 積極的か消極的かを問わず立証責任の分配としてその証明を求められることは普通にある。例えば2014年に日本で起こったスタップ細胞の問題に関して検証実験の結果が否定的だったからといって即座にスタップ細胞が存在しないことの証明にはならない。しかし公開された実験主義に従って様々な研究機関で追試を 行った場合でも、否定的な結果しかなく、また、当人の再現実験でも失敗したのであれば、それは、スタップ細胞が存在すると主張するものの、立証責任を果たせていないことになるため、論文が誤りであった可能性が高い、すなわち存在しない、イコール消極的な事実が立証されたとみなすことが、できる。 本件では公開された手順で再現できなかったことの積み重ねよりも再現できるはずの当人さえも再現できなかったことが結論として大きな意味合いを持つが他の誰も再現できなかったという事実の積み重ねが当人の再現失敗の後では大きな意味を持つ。AB 悪魔の証明ことバンクハットタービー BE クリミナルプロファイリング、アンイントロダクションツービヘイビアルエビデンスアナリシス、エルザビア、P267、ISBN 9七7801億2374万1004、LCCN 2008から27万4380、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、ID イコールオゲナナローファンゴーザイクアンド&、 ピコグラムイコール PA267 ハットマーチン M The Cambridge Companion 2 AC Thumb ケンブリッジ・コンパニオンズ・ツー・フィロソフィーケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス p ー70 ISBN 9長7805億2184万2709 LCCN 2006から5949 h t t p s コロンススララッッシシュ b o o k s g o o g l e c o m ュブックス、books. id イコールタイファイポブックス4 m c ヒコグラムイコール PA70 アドバケイツオブザプリザンプションオブエイシーザムインシストザットイットイズプリサイスリーザーブセンスオブエビデンスフォーティーザムザットジャスティファイズザアークレームザットゴントドーズノットイグジストザプロブレムウィズサッチアポジションイズキャプチャ r e ニートリーバイザーホリズムビーラブドオブフォレンジックサイエンティスザットアブセンスオブエビデンスイズノットエビデンスオブアブセンスザ absence of evidence is evidence of absence only, in case in which, were the violated entity to exist, we should expect, to have more evidence of its existence than we do, スクルーダーデューコエー vision and visual perception, the conscious base of seeing, p105 ハットウォルトンダグラス non-falecious arguments from ignorance, アメリカンフィロソフィカルクオータリーピアニッシモ 381-387-http コロンスラッシュスラッシュ dougwalton.sa スラッシュペーパーズパーセント 20-in パーセント 20-pdf92-non-falecious-pdf アルトマンダグラス・ジー・ブランドジェイ・マーチンアブセンス・オブ・エビデンス・イズ・ノット・エビデンス・オブ・アブセンスブリティッシュ・メディカル・ジャーナル 311-485-pmc 255万545、プミド764万7644、http コロンスラッシュスラッシュ www.bmj.com スラッシュコンテントスラッシュ311スラッシュ7003スラッシュ 485.long2016 年12月19日、閲覧セーカール、ザ・デーモン、ホーンテッドワールド、 サイエンスアズ、A キャンドルインザダーク、ニューヨーク、バランティン、p 二百十三 i s b n 零から三345409469、奥万五千五百五十一アピールツーイグノーランス、ザクレームザットワテパーハズノットビンプルーブドホルス、マストビートルー、アンドバイスバーサディスインペーシエンスウィズアンビギュイティキャン、ビクリティサイズドインザフレーズ、 アブセンスオブエビデンスイズノットエビデンスオブアブセンスリーガルマキシム現代に生きる法の名言、格言、否定する者には立証責任はない。ピアニッシモ264から2653、おさむム社2012年、吉原達也。ありがとうございます。